本日は第72回関東地区大会栃木大会にご参加いただき誠にありがとうございます。さて本日の関東地区大会いかがだったでしょうか。私たち関東地区協議会は最大の運動発信の場でありますこの関東地区大会にてこのスローガンに込めさせていただきました。共存共栄が生み出す新時代、これを目指して運動発信を行いました。また同じくスローガンにはみんなで行こう、この思いも込めさせていただきました。今日こうして栃木の地にて地域と地域、ロムとロム、そしてメンバーとメンバーがつながり共存共栄の新時代を皆様で作っていける一助になればと願っております。私たち関東地区協議会はこれからも皆様と共に運動発信を続けてまいります。またこの式典の後、栃木青年会議所が主催いたします大懇親会が蔵の町大通り行われますので、多くのメンバーで最後の最後までこの関東地区大会を盛り上げていただければと思います。それでは以上をもちまして公益社団法人日本青年会議所関東地区協議会第72回関東地区大会栃木大会式典を閉会いたします。最後までありがとうございました。本日は第72回関東地区大会栃木大会式典にご出席いただき誠にありがとうございました。 ありがとうございました。